んは原稿合戦機一生懸命 TV いらっしゃい。この方一生懸命にこちら、はい、口腎臓略おねぎです。よろしくお願いします。この番組は現在好評放送中テレビアニメアンゴルモア原稿合戦機の魅力を一生懸命お伝えしていく動画番組でございます。今日のポジショニング的にこう僕がこう避けないと一生懸命が見えないスタイルになっているんでね、ちょいちょい見せていきます。よろしくお願いします。あ、今回5回目、そんなやりました？もう前回あたりの記憶がとんとない理由はですね、鬼竹丸役の小山力也さんがゲストに来ちゃった。いや、来てくださった、くださいましたね。なんかいろいろミラクルが起きて楽しかったです書いてあるんですけれども、もう記憶もぶっ飛んでるぐらい、なんか嵐のように、本当に鬼竹丸そのものですよね。こうなんかガドーンどうしたってやってきて、その方をぐちゃぐちゃにしてバーンとね、そして腰低く帰っていかれるというね、本当に振り幅の素敵すぎる大先輩、本当にありがとうございました。まだ見てないなんて方もねいるかと思いますけれども、もしよかったらね、どれだけすごかったかその鬼竹丸ぶりをですね、ぜひチェックしてください。僕ももう一回見ようと思います。よろしくお願いします。さあ今回も東京港区にあります対馬料理居酒屋コンネさんからですねお届けしていくわけなんですけれども、おのおの方、今回ついにあのものがゲストに来てくださっております。この方です。はい、どうも。もう喋っていいんですね。あ、大丈夫、大丈夫、抜かれてます。皆さんこんにちは、白石和久役の野村健二です。どうもよろしくお願いします。よっ、裏切り者、よっ裏切り者です。来ましたよ、あのものがやってまいりましたね。本当ね、いやまさか裏切り者なのに、はい、出ることになると思いませんでした。正直、はいはい、こうね、もちろんキャストさんからゲストにいらっしゃるって伺っていたんで、こうあの方来るかな、この方来るかなみたいな話してたんですけども、はい、すいません、ノムさんに関しては冗談半分で名前を挙げてました。裏切り者だしないだろうけどみたいな。なるほどね。したらまさかの今回来ていただいたと。そうですよ。でも途中までは副官みたいにね、陣三郎にひたすらついていき、そうですね、いい感じだったんですけどね。いい感じだったんですね。本当急激におかしいな、おかしい、流れがおかしかったよね。なぜあんなことに。そう、ちょっとね、そんな感じでしたね。そんなにちょっと本編の方でね、また詳しくお話するとして、はい、なんと一生懸命 TV、はい、見てくださった、見ましたよ前回の放送しかも前回力也さん、これはパワー押しが必要かって思いながら、いやいや全然、誰も力也さんだからこそ、そう、ね、全然もう大丈夫でございますけれども ね、はい、どんな感じの回でした？俺本当に結構記憶込んでて、すごかったです、ね、すごかったですよね。酔っ払ってるのか小山力也と思いながらあれ自己紹介はちゃんとしてくださって、自己紹介してましたよ。あ、してました。してました、してました。だから、ね、全然言ってくれなかったよ。まだ別の回からあれ。だからリキアさんいろんなトークなんだよなって言いながらやってましたね。一応言ってくださってたんだ。もうその辺の記憶から飛んでるっていうのは、ね、もうちょっと見直したいと思います。はい、やってください。そしてですね、ノムさん、僕ノムさんって呼ばせていただいてるんですけど、はいはいはい、これが思い起こせばですね、我々のそのまあ、共演させていただいたというのが、はいはい、まあ本当に。ド新人時代の僕の某カード、うん、カードバトル、ああそうですよね。まずは同じグループの敵で出て、で必ずこう挨拶をするんですよね。どこどこどこです。あ、そうだ、懐かしい。みんな覚えるわみたいな、ね、そうでした。必ずもうその所属事務所から名前から全部言ってましたね。大きな声で、ね、言わせていただいてましたね。元気だなって毎回元気だなっていうのがイメージありましたね。そこから始まり、ね、某三国何やら、ああそうですね、三国何やら、ちっちゃいキャラのね、ねえ、させていただいて、まあ、ロボット的なね、はい、やりましたやりましたざわ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 ね。あ、でもすごい印象に残ってるのが、はいはい、島崎信長、はい、のぼりんとですね、僕がこう、まあ、終わった後の飲み会で、うんうんうん、本当に俺たち芝居も何から何まで本当に本当ダメだなみたいな、うん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 、ね、ことをお互い言い合ってたら、のぼりんがスッとそこに現れて、うんうん、大丈夫だよ、もうすぐお前らの時代来るからって、うん、さらっと、そんなかっこいいことを、そう、ポロッと言ってめちゃめちゃ印象残ってるんですよびっくり、みんな上手くなるからっていうね、いや、そう言ってくださって、その印象がすごく強かったですね。いや、もうこれはもう本当に僕も先輩に言われたことでしたよね。あ、そうなんですね。時代来るから、時代がこう回ってくると、まさに回ってきましたね。
どうなんですかね。まあ、こうやってね、もう一生懸命 TV やらせていただいて、ここが頂点をしてね。まさに頂点。いや、まだまだこれから。まだまだありますまだまだ。まだまだあります。おお。じゃあ、サブの痛みを、ね、目指して頑張りたいと思います。ありがとうございます。頑張りましょう。さあ、そんだけでね、はい、今回も、第5回参りましょう。アンゴルモア原稿合戦記、一生懸命 TV、おのおの方、一生懸命に見よう。この番組はテレビアニメアンゴルムは原稿合戦記制作委員会の提供でお送りします。さあ、改めまして今回のゲスト、裏切り者白石和志役、野村健二さんです。裏切り者でーす。やったー。振られてるし裏切り者って言えみたいな。いやいやいや、本当に言っていきましょう。裏切りたくなかったんですよ。裏切りたくなかった、本当に。本当ですか。本当です。本当ですか。ずっと痛かった。最後まで痛かった。役者的にはそうですよ。そう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 。じゃあちょっとそのあたりに関してはね、はいはいはい、ついにちょっと掘り下げてお話を伺うわけなんですけれども、はいはい、まずノブさんから見たこの、うんうん、アンゴルモア、ね、作品自体ですね。はい、まず最初に伺っていかがでしたか、作品自体を。作品自体はですね、まあ、時代物が好きなんですけど、うん、この、まあ、原稿の話をこう掘り下げてやっているっていうのが、うん、なかなかあるものではないので、うん、これは面白いと、うん、まさに、まあまあ、原作読んでしまおうか、もしくは読まないでやろうかという時に、僕はあえて読まないでやりましたけども、情報的にはウィキペディアしかありませんでしたね。あ、ウィキペディア。だから分かっちゃったっつって、分かっちゃったみたいな流れもありながらの、そうですね。でも本当にこう、やっぱりその時代を生きる人のどちらかというとシリアスな感じがちょっとでも出ればいいかなと。そしてこの小野くんがやっている主役が、ちんちゃん、この陣三郎がどういう流れでやるのかで、こうみんな変えていこうと、ついていこうと思いながらやってましたね。ありがとうございます。とんでもないです、もう本当に。そうなんですよね。さっきざきのことは原作は読んでないけれども、ウェケペでウェケペで見ちゃいましたね。そうだったんですね。だいたいみんなあのファンの人も見てしまうだろう、でもそこが見ててもどうなっていくのかわからないっていうところがまた面白くて、そうですよね。これはやっぱり、ぜひ作品を見ていただいてですね、この男たちの生き様、いや男たちだけではないけど、ね、ほぼ男現場ですね。ほぼ本当にまた今日も男ばっかりかと僕は言ってないですよ。誰かが言ってました。誰かが言ってましたね。僕も言葉は違えど、あの某インタビューで、はいはいはい、現場の良さ本当にまさにルニン部屋ですって話をしました。あ、確かにそうですね。そんな感じっていう救急で男ばっかりみたいな時もね本当にありましたね。本当そんな感じで楽しかったですよね、はいはいはい、楽しかったですね。さあ、そして、いよいよ語りましょう、この白石、はい、どんなキャラクターなんでしょうか。あ、今出てますね。出てますね、本当に。これは一緒の名前は和久さんですか。和久ではない、白石和久さん、和久さんですね。和久ですね。和久らしいですね。僕もあんまり言わないんですね。そうなんです、白石ですもんね。そう、まあ、馬に乗って、こうやる、まあ、槍ですね。槍を使いながらこう戦っていくと、でも強いらしいんですけどね、まあ、なんで流されてきたですかね。それは物語を見てれば分かるんですけど、そうですね、ちゃんと、背景がちゃんとね、ある話がありますから。そしてこう、地頭だったのに、まあ、乗っ取られたみたいな話、白石の話もありまして、意外とあそこからですからね、なんか、そうですね、本当になんか悲しみを背負ったキャラクターなんですね、背景には。やっぱりなんか最初からこう、どちらかというと物静かじゃないですか、ね、やっぱ物静かなところからスタートしの最終的には苦々しい場面へと向かっていくわけですよ。そうなんです、今オンエア上は。そうですね、あんまり言えない感じですね。ギリギリのラインですよ。そうでももう、はい、一応断ってます。そうですよね、裏切りはもうオンエアされましたからね、裏切りそのものは。そうなんです。あと、あの使い説のその今、はい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 、あのキャラ説明のもう落ち着いた物腰で信頼を集めていたがこの書き方がもう何かあるって言ってるよみたいなね。
まあでもまあそうです、まさにね。そうなんですよ。かっこいいですけどね、甲冑姿もね。うん、すごい様に立ってるってあれですけどね、ハマるんですよね、あの姿が。そうなんですよね。さあ、そんなわけでね、今回8話、はいはい、まあ、9話までね、もうオンエアになってるんですけれども、8話の方で、もうその、猛虎とナイツーシートウズもキリ、自らナイツーシャ。ね、もうキラ、オブスマが切りかかってくるじゃないですか、うん、あれはもう分かっていたんだお前のことなんてみたいなところがね、かっこよかったっすよね。いや俺がやったからじゃないですかストーリー的にかっこいいなと、鮮やかな一戦でしたね。そして彼方の気候防戦の幕切って落とされましたと流れがありますと。いやでもこのね、あの白石とオブスマのやり取りの中で僕すごい好きだったシーンがあって、あのオブスマが白石に失うものないだろうと問いかけた時に、白石が失うものはある、あその時のノムさんのトーンというか、お芝居がちょっとなんか好きで、お教授として本当にちゃんと持っているんだろうな、だけど、この時すでに腹は決めてたんだろうなっていうのを後から見ると両方感じるニュアンスなんですよ。確かに両方あるよね、だからあそこにこう置いて、まあ先をどうしようっていうのを瞬時に考えなければいけないわけじゃない、でもどうなんだろう、実際は切られそうになったから思わず切ってなの か最初からそれを狙ってたのか、ノムさん的にはどちらで演じられたのか、特に意識は、あさっき振ってはいないか、振ってないね、どっちでも取れるようにした方が逆にいいのかなっていう気もして、だから僕もオンエアでそれ聞いた時どちらとも思ったんでしょうね、多分そのニュアンスの雰囲気っていうのが、やっぱりなんかこうストーリー的に分かりすぎると、こう見てる側が感情入らない時もあるでしょ、だからあこっちもありかこっちもありかっていう方が芝居的に面白いんで、いいんではないかと、そしてまあ音響監督の小泉さんもね、それをこう受け取ってくれて、OK してくれたと、まあありがたかったですね。本当に白石に関してはやりたいようにやらせていただいた感がものすごく強くあります。楽しかった楽しかった楽しかった、そうなんだよな、いや、まあ、まだ分からないですよ、まあ、10話はまだね、あいや、まあ、でも苦々しいシーンとかもうあの8話に出ちゃってるからそうなんだよね、そうそうそう、もう仲間ではないですから少なくともね、ウィリアン・エデイとね、エデイとの絡みがねおもう全然日本語で聞こえるんだけどいや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 、あそれ ね、 いや通訳もちゃんといたからね、そう言いましたよ、ね、そうですよ、ね、なるほどっつって言いながらポカンとした顔をしなければいけないっていうのが難しい、ね、ですね。でもあそこのシーンちょっと想像してみるとめちゃめちゃ怖いですよね、怖い、あの敵陣って本当にただその、いやもう殺される、殺されるとしか思えないよ、ね、ですよね、なぜ行ったんだろうみたいな、いやまあもう完全に殺されてもいいけど一か八かなんでしょうね、ですね、もう身体極まってっていうところの極限状態での、そうですよね、でした、気になる10話お気になる10話ですけれども、はい、ところでは、配信日的にはね、明日9月11日に放送となりますと、これはね、見てほしいですね、見てほしいです、いろんな意味で見てほしいです、はいはい、9話のね、前回のラストでこの神ちゃんと、はい、白石がそうですよね、ついにっていうところで、そう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 、うん、もうなんかでもそこで陣三郎がすごいね、なんか白石のことも思ってくれてる感じがしてちょっと泣けてきますよね、そうですね、陣ちゃんと一人一人をなんか何ですかね、妙にこう生き死にに関してすごい刹那を歩いてるはずなのに、あったけえ瞬間がよくよく見えるんですよね、あるあるある、でなんかその人を見抜く力があるよね、その人物人物を見抜く力がすごいあるなっていう、この陣三郎はだからカリスマみたいにちょっとみんながついていって、まあ、強いからっていうのももちろんあるけど、そうですね、でもそれだけではない気がするな、白石なさあは皆様の上でお確かめください、よろしくお願いします、ぜひご覧ください。続いてはこちらのコーナー参りましょう。一生懸命を貫け対馬クイズ合戦記、よーっ、いやー来ましたね、来ました、このコーナーは
アンゴルムは現行合戦記の舞台となっている長崎県対馬に関するクイズに我々が一生懸命に挑んでいくコーナーです。はーい、うん、さあノムさんもちろん初体験、そりゃそうだ、初ゲストですから、ね、そうです、初体験です。はい、でも見ましたよ。ですよね、見ましたよ、前回の配信を。はい、難しい。そうなんですよ、本当にガチなんですよ。本当にガチなんだなって、リアルなやつなんですよ。はい、というわけでご存知かと思いますけれども、はい、多く正解した方には、はい、今回もご褒美があるんですけれども、先ほど最新情報が入ってまいりまして、対馬料理を出し尽くした。あれ、まさかの対馬料理だと思ったのに。そうだからね、結構毎回ね、こういろ、ね、んなね、並んじゃったせいもあってか、もうなんかね、大将ね、ちょっと対馬料理、はい、ありがとうございます。ただですね、このただ、まあ、コンネさん、今回もお邪魔しますけど、はいはい、コンネさんのオリジナル料理が、まだあるよっていうね。なるほど、対馬オリジナル料理あるよっていう。そうですね、対馬料理のお店ですからね、お店ですけれども、ね、他にもあるよっていうことで、ね、はいはい、楽しみですね。そうですよ、頑張りましょう。はい、はい、頑張ります。というわけで、いっちゃいましょうか。早速、第1問、こちらです。対馬は長崎県最大の市ですが、対馬より広い面積を持つ場所はどちらでしょう。 A. シンガポール過去国、 B. 東京23区過去都市。なるほど、うん、例によってあのノーヒントという、no、 まあ、何のヒントもない、ね、シンガポー、いやいやいや、待ってくださいよ、シンガポー、いや国ですよ、言うても今より広い面積じゃ、そうだ、国でしょ、さすがにこれは国のが でもなんかね、こう前回の方ね、難しい問題を見てると、大体これは国だろうっていうパターンで逆のパターンが多い。ちょっと確かにそうですね、ここ A みたいな、逆のパターン、俺もこれ A だろうなって思うんですけど、これは B じゃないかな、23区、うん、おー、あー、なるほど、そんな気がする。あえて逆を行く、あえて逆を行った方が当たる気がする。いやでも、そろそろあえて逆の逆マジか。ちょっと書いてみましょうか、お互いね。はい、はい、それでは、どうしよう、じゃあノムさんからちょっと、はい、ノムさんお願いします。どん、おお、はい、まあ、23区、まあ、意外性の方、そうですね、絶対シンガポールだと思うんですけどね。え、あ、なんですか、その、ちょっと逃げ道残した感じなんですかね。いやいやいや、これはね、やっぱりね、本当このクイズ難しいから、まあ、そうです、多分 B だろう。あ、なるほど、そういう、こう、逆を取りました。なるほど、はい、じゃあ僕はもう、ストレートにこっちですね、はい、ガポーの方ですね。はい、出ました。これは、これは大丈夫ですか、映して大丈夫、大丈夫です、大丈夫ですか、大丈夫じゃない、あの例の、何だか名、何ですか、名称のあれですよ、みたいな、こう大丈夫ですよ、ガポーといえばこれですから、大丈夫、大丈夫ですよ、なるほど、はい、正解って言うでしょ、はい、正解、どっち、ああ、シンガポールです。裏の裏で来たのか。でした。やっぱりね。大きさですが、対馬市は 708.63 平方キロ。シンガポールは 719.9 平方キロ。でも、惜しいですね。そんなに、東京23区、119平方キロ。へー。ちなみに長崎市は 405.81 平方キロ。やっぱ対馬の方がでかいですね。でかいですね、やっぱりね。長崎県の中でも圧倒的に大きいのが分かりますと、やっぱでかい島なんですね、やっぱりね、でかいよ、23区よりは全然でかいよ、すごいな、23区意外とちっちゃいんだなこうそう考えるとね、対馬市すっぽり入っちゃうと思うんですよね、入っちゃう、入っちゃう、うわー、そんでもそこまででかいとちょっと思わなかったな、町田があるから意外と町田そう、入らない、23区、そうか、23区の中ですからね、東京都だったらいいけど、あ、都だ、都ならかと西東京いろいろ勝てます、ね、あ、そうですね、はい、なるほど、ございました、はい、さあ、私、一歩リードでございます、ちくしょう、ね、さあ、よし、では、こちらです、で、第二問、江戸時代、現代でいう韓国釜山にあった対馬藩の出先機関、うん、和館は、うん、長崎の出島に比べて何倍の大きさ、今日大きさ縛りです、今日大きさなんだ、うん、だ、動物縛りじゃないのか、ね、今日はデカさですね、これはもう全くわからないな、これ本当に引っかかりが一切ないっすね、
これはもうあれだよね、さっきのは AB しかなかったの、うん、あえて ABCD まであると、これはね、嫌がらせですね。そうですね、なんでしょうね、嫌がらせかもしれません。これ確かになんか選択肢の割に、うん、なんだろう、この当たった外れたの振り幅がそんなになんていうか、う、ね、喜びにそんなに差がなんでしょうね。これは出島に比べて出島の…あ、ノブさん、うん、あれですよ、出島思い出してください、うん、なんか教科書で見たじゃないですか、なんかちょっと出てるやつ ね、なんか、うんうん、なんつうね、こんなみたいなやつがこうなんかね、うん、にょ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 みたいな、あの程度ですよ、言うてあの程度ですよ。和漢ってでも釜山にあったんでしょ。はい、釜山にあったってことは釜山って都市だから、都市、そんなによし、できました。おさあ、じゃあちょっとノブさん見てみましょうか。はい、お願いします。でん、ビーチバリにしてやったぜ。うわー、そうきたか。はい、それは次の問題を答えるのも簡単ですね言うな次は真面目に答えるんですよ。あ、マジっすか。うわ、問題ですか、ね、15倍、はい、なぜですかこれはですね、やっぱり、あの35はないんじゃないかなって思ったんですけど、とりあえずじゃないですか。でもどんどん35かもしれないって思い始めてきた意外と超でかいっていう方を押したい、うんうん、あるかもしれないです ね、15倍。さあ、守りに入ってしまったな。なるほどね、はい、僕も守っちゃったかな。はい、こちらです。ザ、3A の3倍ですね。うーん、ちょっとこれは誰なの。これはデジナーニャですね。デジナーニャにかけたね、ダジャレを。スタッフさんのその息が漏れる笑い方、ちょっとこれでもこう戦いにこう、はい、帽子かぶってこう、そうなんですよ、なんかね、ね、進んでる人だよね、うん、ちょっと A ってやる A を書こうとしたらちょっと変な感じで、サンドカーさんみたいな。あ、なるほど、 A か、 A なんですよ、これ A だね。一瞬ずつちょっとこう垂れた感じがちょっとね、うまい、わからなかった説明しないとわからない、思いいただき優秀ですけどね。はい、というわけでデジマーニャーということね。はい、はい、さあ、いや、僕は意外とちっちゃい方を選びましたね。そう、逆に。まあ、2人ともちょっとビビったって感じ。まあ、ビビったで言えばそうですけれども、さあ、正解はどっち？おっ、中盤に外した。 C か、25か。そうか、これも2に変えられるんじゃない。変えられても、 B って書いちゃったから。そうなんです、 B がちょっと縛りってちゃったからね、もう複数本になんとやら。さあ、というわけで、面積は10万坪ある、ね、対馬藩士約500名が生活。おえ、10万坪ってとんでもない面積ですね。10万坪、東京ドーム。え、そんな東京ドームってなんだ、どんぐらい坪でしょうね。ねえ、もうみんな調べてね、お願いしますよ、ね、お願いします。素晴らしいです。25倍。なるほど、いや、すごいですね。すごいな、また間違っちゃう。そうなんか、あれ、もやっとした感じ。もやっとした感じだな。いやいや、まだありますから。まあ次、最終問題。最終問題あります。よし、まあ、ノブさん B でしょうね。どうだろうな。まあ、まず問題を見て。 B がないかもしれない。そうないかもしれない。確かじゃね、ピタリで当てろみたいなのないかもしれないですよ ね、 すね。さあ、行ってみましょう、はい、第3問、最終問題、こちら。対馬では秋にも見ることができるものがあります。それは何でしょうか。 A アジサイ、 B セミ、 C タンポポ、 D ホタル。なるほど、おこれは、お、俺はこの流れはいけんじゃないか。ちょっとね、なんかありそうな、いけそうじゃない。なんか悔しいな、それ。これいけそう。いや、まあいいですよ、別に。どうさんもそういくの。じゃあ、そうだな。いや、別にセミはでもね、別に秋にも見ますよ。別に俺見ます。俺セミ見ます。なるほど、別に。確かにな。別にね、いつを秋とするかですよね。あ、10月ぐらい。まあ、花か虫かって感じだね。そうですよ。 OK、はい、じゃあ、まあ、はいはい、ノムさんからいきましょうか。はい、はい、どうぞ。 B、 ほう、セミ貫きましたね。貫きましたよ。そうきますか。なんでですか。やっぱり、まあ、あの、どこでも秋にも見れるかもな。対馬ではっていうね。そうなんです、ではですから。ではそうなんです。でも、もう今日は B で行こうとね。やっぱね、少子化です、うん、はい、はい、ね、B でよいしょ。はい、それでは、私、こちらです。ダン、
ましたし、タンポポですよね。タンポポ。ひまわりじゃないの？タンポポですから。タンポポ。タンポポ、タンポポですよね。全然タンポポ。ひまわりにしか見えない。いやいやいや、タンポポダンデライオンってね、言いますからね。ああ、確かに。そうですよ。だからちょっとライオンっぽくしている。ちょうどね、シンガポールのあのマーのマーライオンがね、これちょっと、まあ、あれはでもシシじゃないか、はい、シシとライオンっていいじゃないですかね、あ、そうか、なぜかなんか出してますよ、マーに合わせようとしたがために何か出しちゃってますけれどもね、フラワーロック的な感じ、あ、じゃあ可愛いですね、フラワーロックみたいな感じで、さあ、 C をキスする時が来ましたよ。さっきも正解は C だったな。そう、もしかしたら続くんじゃないのみたいな、あるんじゃないの。あとね、ちょっと僕ね、タンポポはね、あり得るような気がするんですよね、これ本当に。春、ああ、ちょっとあるんじゃないかなみたいな。なるほど、ね。津島という気候、気候によってみたいな。アジサイじゃない？アジサイ。じゃあ A にします。B にします。さあ、それでは正解に行ってみましょう。こちら、はい、D ホテルでーす。今回はあんまりひねりがなかったんだな。残念でしたね、うん、ストレートに行けばどうやら当たっていたなみたいです。前回のオンエア見るんじゃなかったな。見たがために惑わされるという見るんじゃなかった、難しかった前回が、今回は意外と2問目がやっぱ難しかった、ね、うん、そういうふうにね、やばい、ホタル津島にだけ生息する秋窓ホタル、ね、素敵な名前、秋窓ボタル、9月末頃現れます。あ、9月末に現れるの、ね、すごい。でも津島にだけ生息するんだって、ね、見に行くんなら9月末がいいってことじゃないですか、うん、ね、なんか名前も素敵だし、いいですね、津島に行こう、津島に行こう、うん、最後そんな締めでございますけどね。さあ、というわけでクイズの結果、はい、私は小野さんが1問、野さんが0問というわけで私の勝利、イエーイ、おめでとう、おめでとう。さあ、やっぱね、主役に花を持たせないとね、嬉しいですね、ありがとうございます、ね、というわけでね、はいはい、松島料理、はい、もうないけれどもね、コンデさんの腕によりをかけた料理がおすすめが、え、あ、おすすめが、大将、お、お、寿司マの青さ、青さ、はい、え、とあごだしを使った、あごだし巻きたもです、うわ、だし巻きだ、あごだしなんてもう超うまいじゃん、え、あ、こう九州といえばあごだしですよ、あ、もう香りが美味しい、すでに、青さも入ってるって、ね、じゃあちょっとどうさ、すいませんね、匂いだね、匂いだ。あ、柔らかい、いただきます、うまそうだな、ちくしょう、やっぱり国にしとけばよかったぜうまい、のむさん、なにこれは、あ、おいしい、わかっとら、わかっとるな、ね、あ、まあ裏切り者にはちょっとね、この味はちょっとちょっと裏切っちゃったからね、ちょっとかな、これ家でこう青のり入れて、あご出しでやってみようかな、あ、あの、せっかくなんで、よかったな、いや、よかった、くれないパターンでしょ、いや、そんなことないですよ、くれないパターンだよね、ご苦労様でしたっていう思いも込めて、はい、どうぞ、はーい、あー分かっていたさいや、おいしい、でもね、おいしいです、これうまいだろ、なんねえ、そんなこと言わせよかった、もう大丈夫です、もう大丈夫です、気持ちだけ、はい、お、はい、優しい、いやいや、せっかくですからね、もう裏切り者にも精は、うまい、うん、青空とね、あごだし効いてる、うん、あ、超うまい、いや、本当にうまいですよ、これ、うんうん、どうなる抜きに、あー、おいしい、やった、裏切ったのに、ありがとう、しょうがない、もう特別ですから、今日は、今日は裏切ってないですから、ありがとうございます、今日は裏切ってない今日は裏切ってない、はい、というわけで、ぜひちょっとこの味をね、うんうん、感じていただくためにも、ぜひよかったらね、気になる方、コンネさんの方にもぜひいらっしゃってください、よろしくお願いします、はい、というわけで、以上、一生懸命を貫け津島クイズ稼ぎでした。さて、ここでアンゴルムア原稿合戦記からインフォメーションでございます。まずは放送情報、テレビアニメアンゴルムア原稿合戦記はご覧の各局にて放送中です、どうぞよろしくお願いします。
また Amazon プライムビデオでは見放題独占配信、その他ご覧の各配信サイトでも配信中です。こちらもぜひご利用ください。よろしくお願いします。お願いします。続いて原作情報です。高木菜々彦先生が描く原作コミックアンゴルモア原稿合戦記は現在第1巻から対馬編最終回の第10巻が好評発売中です。ぜひ読んでくださいね。よろしくお願いします。はい、続いてブルーレイ &DVD 情報です。アンゴルモア原稿合戦記のブルーレイ &DVD ボックス上巻は11月28日発売、そして下巻は12月21日発売です。ボックスの豪華特典としてこの番組一所懸命 TV の特別編も収録されています。おこっちもえらいことになってます。およろしくお願いします。原作者である高木菜々彦先生書き下ろし漫画では上巻にテルヒの子供時代の話が、下巻にはヒタリが流人になってしまった過去が描かれます。その他にも豪華特典が満載のボックスとなっておりますので、ぜひ公式サイトでチェックしてみてください。なるほど。さらにさらにアンゴルモアコラボ商品が好評発売中です。まずは対馬市内の造り酒屋河内酒造さんの日本酒、うん、そして麦焼酎、うん、そしてマス、うん、おここにあるね、こちらでございます。すごいですね、うん、これは河内酒造さんのホームページから購入できます。はい、なるほど、すごい。マスもね、これが枯れていた白竹、ね、かっこいい、かっこいい。これマスで飲みたいっすね。ねえ、うん、そう、ぜひちょっとセットでね、チェックしていただければと思います。ぜひぜひ。はい、続いてはこちら対馬の定番お土産、根塚志保さんのガス巻きでございます。こちら味が2種類あります。このじんちゃんの放送、これ黒あんですね、うんうん、そしててるひ姫様が白あんになってますよ。あ、なるほどね。こちら対馬ふれあい三直便の通販サイトから購入できます。ぜひ味わってください。本当に美味しいですからね。通販で買えるんですね。うん、野村さん現場で食べました。あ、食べました。食べました。どうでした？じんちゃんの方食べました。じんちゃんの方は黒あんですね。美味しい、美味しいね。僕ね、あの実は白の方が好きでてるひ姫様、これ白も美味しいんだよな。これ最初こう差し入れしていただいて、うん、どっちがどっちか分からないでこうみんな取りながら、うん、ね、あの両方あるらしいっすよみたいな流れがあって、ね、そうですよね。そうそうそう、中身まで分かんないみたいな。どっちも美味しいっす、両方食ったのかお前流れもありながら、ね、そうなんですよ、ぜひちょっとね本当に美味しいので、はい、味わってみてください、はい、以上インフォメーションでした。というわけでお届けしてきたアンゴルモア原稿合戦記一所懸命 TV、 そろそろお別れの時間でございます。あ、この番組は第2第4月曜配信してきましたが、なんとですね次回最終回です。お、あ、早いですね。最終回でございます。あっという間でございますよ。最終回の配信日はですね、9月24日月曜日、アニメ最終話直前ですかね、はいはい、ところでは、はい、というタイミングになりますので、ぜひどちらもね最終回ご覧ください。よろしくお願いします。というわけで、野村さん、はい、今回でお別れと、お別れって書くとちょっと寂しい、はい、今回でお別れと、いろんな意味で、いやいやいや、もうゲストに呼んでいただき、あ、いろんな意味でね、いろんな意味でも分かるんですけどね、まだ分かんない、まだね、見てない人がいるからね、はい、ありがとうございました。これから本当に、まあ、ちょっとアンゴルマの方にはまだまだ出る、ね、に違いない、違いない、まだ分かんない、違いない、違いない、はい、そうそうそう、いかがでしたか、ちょっと出てみて。一生懸命 TV、 一生懸命 TV、 いや本当にね、どういう番組かちょっとビビりながら、前回放送を見ていたので、楽しそうだなと思って楽しかったです。あ、よかったです。ありがとうございます、はい、本当に楽しかったです、やっぱりでもクイズが難しいな。クイズはガチですからね。今回でも意外と裏目をちょっと狙いすぎましたね。そうです ね、 ですね、ちょっと裏入ってましたね。やっぱちょっと裏切る気持ちが、あ、そういうことかもしれないなみたいな。最後うまいこと繋がった。っ、ね、繋がってない目をするんじゃない。いやいや、もう本当に楽しかったです、ね、はい、あと僕はいつ例の件言うのかなってそわそわします。ん、いつ言うのかな、例の件。そうそう、何ああ忘れていましたよ。全然いいんですけど、全然いいんですけど。そうだよね、なんとなんと、なんと水を飲もうとしたら、あ、コースターが、コースターも一生懸命、コースターがね、映ってますよね、すごい、そうなんです、びっくりした、かっこいい、オリジナル、オリジナル、ね、
これはどっかで買えるんですか？そうなんですよ、これね、なんとなんとハンバーガー屋で、ハンバーガー屋で寿司マの、例の私たちが訪ねたハンバーガー屋さんですね。で、売っている？売ってる？あ、そうなんですね。ですね。じゃあ、寿司マに行ってハンバーガーを食べよう。そうしましょう。そうだ、寿司マ行こう。ね、やっぱりコースはたくさんあった方がいいからね。何個も食べてね。ここまでもんじゃないですか、ね。そう。よろしくお願いします。美味しかったですね、この青さのね。美味しかったです。卵もね。はい、ごちそうさまでした。ノブさんまた来てほしいな。最終回か。最終回でしょ。最終回か。いやもう本当ね、呼んでもらってよかったな。嬉しい。楽しかったです。僕ちょっとそっちにというか、ノブさんとこう。何か番組とかでがっつりこうご一緒するのって、うんうん、作品とかじゃなくて映像とかっていうのって意外と初めてぐらいだったりなの で、ね、で先輩とこうやっぱ一緒にやらせていただくと、うん、すごい緊張するたちなんですけど、うんうん、なんかすごく楽しくなんでしょうね、大先輩なのに。いやそんなことない、よかった。ジュニアの頃からお世話になったのがあったのがなんだかね、すごく楽しかった。よかった。ただただ僕も楽しい会でした、本当にありがとうございました。またね、最終回迎えてしまいますけど、何かの折にまたぜひ、まあ、そうですね、はい、アンゴルムは盛り上がってくれればね、ありがとうございます。何かあるんじゃないかな、白石はないかもしれない。いやスピンオフがありますから。そうスピンオフがありますから、ね、過去の話をやればじゃないか、ね、というわけでね、アングルムは現行合戦記一所懸命 TV 第5回ここまででございます。次回もどうぞよろしくお願いします。お相手は口井仁三郎役小野勇気と、はい、白石和久役の野村健二でした。一所懸命にバイバーイ。